ね、はい、お世話になってます。伊藤と畑中でオズワルドです。お願いします。ありがとうございます。すいませんね、はい、この間ね、うん、初めてダーツ行ったのよ。ダーツ、うん、でもやっぱ素人だしさ、初心者だから、うん、こうあんま投げ方もよく分からなくて全然うまくいかなかったんだよね。あ、まあ最初はね、しょうがないよね、うん、どうやって投げてたの？一応こうセブンじゃん、セブンじゃん、セブンじゃん、セブンじゃん。俺もね、ウルトラセブンの必殺だからさ。俺もそれウルトラセブンの必殺だからってやってたんだけど、ご機嫌だねお前なんか一人で。いやでもこのままちょっとあんま上手くならないなと思って、隣で投げてる人の投げ方真似してみたの、うん、こう構えるんだと思ってね、うん、で一回ね、こう自分のこの持ってるダーツの矢がど真ん中に刺さることをこうイメージして、うん、で集中して投げてみようと思って、うん、で集中して投げたら、うん、なんとそこから3回連続ど真ん中。ああ、それ大したもんですね。すごいでしょ、うん、すごいすごい。これなんとか街の平和を取り戻したんだけど、お前何かけてダーツしてたの？でもその時気づいたんだよね、うん、あ、集中の力ってすごいんだなって。まあね、集中してやれば素人でもうまくいくことあるんだなってことに気づいたの、うん、まあ、スポーツとか大事ですよね、うん、集中してこうイメージすること。例えばこう野球だったらこうバッティングの時とか、うん、あーね、ボウリングだったらこう投げる時とかね、そういうこと、これ大事だって言いますよ。この集中の凄さをね、うん、まあ、ちょっと皆さんにお見せしたいなと思って、うんね、どうやって？モノマネで。モノマネ、うん、モノマネ俺全然得意じゃないんだけど、うん、これを集中してやることによってモノマネも確実に上手くなるっていう、そういう自信があるんだよ、うん。モノマネってそういうんじゃないですよね。なんか練習してうまくなるもんというか、集中でどうこうなる問題じゃない。もっと言えばこう持って生まれたもんというか。ちょ待てよ。今出した？え、今出した？なんか。今のは持って生まれた俺のキムタク。もうキムタク向いてなすぎて今。でも集中してなかったから今。これを集中してやることによって確実にキムタクに近づくんで、一回集中してやってみます。いや今の集中したかって上手くなるとは思えない。でしょうね、このもしかしたら似てるんじゃないかと思わせてくれますよね。すごい集中力。あ、準備整ったみたいですね。ちょっと待てー、ちょ待てよおい、似てた？似てたとか似てないとか100年早いよお前。すごい集中してたからどの時代のキムタクが出ちゃったか分かんないんだけど。現在のお前だったよ。現在のお前が何かに超逃げられてただけだった今。でもキムタクも集中したらこうなると思う。ならないよキムタクは。キムタクも俺に近づいてくると思う。知らねえお前のことなんて。まだまだだけどないですもんな。え、どういう立場？これぐらい集中しないとやっぱり、あのもっとねやんないと、あのシーンでは。いや集中してとかじゃなくても似てなかったからまず。すごいでしょ、うん、集中の力。で似てないんだって。続きまして。続くなよお前。松田優作。なんじゃこりゃ。おい地元の飲み会じゃねえんだぞお前、なめんなよ。あんま金払って見に来てんだよみんな。安心してまだ集中してます、ね、誰も期待してねえよもう。でも太陽にほら俺見たことあるから。何？松田優作演じる通称ジーパンがチンピラにピストルで撃たれてお腹から血を流して、なんじゃこりゃ。これ集中してやることで確実にレベルが上がります。集中します。何も喋ってないですよね。撃たれましたねどうやら。なんで誰？どこ？見て、すごい赤い、赤み、腸が。救急車。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃだよお前。ああ集中した。集中したじゃないんだよ。大丈夫か？なんで吐けなきゃいけねえんだ一回。引っ張ってた、引っ張ってた。引っ張ってねえよ俺。俺が押してんじゃなくて引っ張ってた。引っ張ってるわけねえだろお前。気づきました皆さん。引っ張るわけないだろ俺が。集中して引っ張ってました。集中して引っ張ってねえ。あと中見せてくんのも傷口の中をさ。続きまして。続くな勝手に。間違えて2年 C 組に入ってしまう武田鉄矢。そんなシーンねえよ。ガラガラ。あ、これ違う。殺すぞお前なあ。勘弁してくれ。もう見てらんないんだずっと。すごいでしょ集中の力。いや集中すればするほど似てなくなってくのよ。なんかこれ何がすごいってね、うん、ドラマのワンシーン以外モノマネできんの。ドラマのワンシーンができてねえんだ一回も。トリプルアクセルね。何が？トリプルアクセルのモノマネをします。トリプルアクセルのモノマネだとこの野郎。びっくりしてる。びっくりしてるね。でもこれは俺も初めてだから、うん、俺一人の集中じゃ多分できないかもしれない。
君も集中して、今隣でトリプルアクセルが見れるんだっていう気持ちを高めてください、ね、で皆さんも集中してくださいね。今から目の前でトリプルアクセルが見れます。今目の前に立ってるのが浅田真央です。こっちが浅田舞です。なんで俺お姉ちゃんの、集中します。ちっちゃくてひげ生えてるのにお前、本当もういい加減にしてくれないか頼む。もうやめたい。やめたいね。じゃあお姉ちゃんね、このお姉ちゃんねえじゃねえよ。漫才を集中して終わらせてください、うん、いや俺を巻き込むな。手山さん。